はい、えー、どうもお疲れ様です。それでは無料のビットコイン、今日も行ってみましょうか。えっ、ー、とね、今回はね、リワードポイントについてお話ししようかなと思います。いつものようなタイマーってのは、ちょっとこっちの方にあるんですけども、リワードポイントですね。これは、報酬というところに、リワードっていうところに、えー、あります。リワードポイントね。ここで獲得したポイントを素晴らしい商品やボーナスと交換しましょうとありますね。 えー、あなたがプレイする無料ビットコインロールごとに2ポイントの無料報酬ポイント紹介者がプレイするロールごとに1ポイントマルチプルビットコインゲームでかける、えー、こちらのビットコインごとに1ポイントを獲得できますということで私気づかなかったんですけどもリワードポイントっていうものがなんか何かをやるとちょっとずつ貯まるみたいなんですよねで私の今のリワードポイントがなんと2万247もあるんですよねでこれを何かに いや、ありがたいね。で、何でしょうかということなんですけども、残高を4750倍に増やしましょう。今すぐマルチプル BTC をリプレイしましょうって書いてますね。一体何のことなんでしょうかね。ということで参照サイトの方いきます。タン。はい。こちらに書いてます。リワードポイントってどんな恩恵が受けれるのっていうふうにね、解説しているサイトがあります。先ほど見た私の2万 何がしかのポイントってのは自動的に溜まってるリワードポイントなんですけどもフリービットコインを利用することで溜まっていくポイントを確かに楽天ポイントとか D ポイントみたいなものって考えてもらうと分かりやすいかなと思いますまあ無料でねビットコインがもらえるためのスロットクリックをずっとしているとリワードポイントはそれはそれで別に溜まっていくみたいなんですよいわゆるボーナスポイントみたいなものがねで以下の手順で 所有しているリワードポイントを確認できますということで、リワード、つまり報酬というところをね、クリックしたわけなんですけども、そうすると、こちらの方は10万1656リワードポイントがあるってことですよね。私はまあ2万ぐらいなんで、まあ5倍の差があるかなっていうところです。はい、こんな感じで所有しているリワードポイントが確認できますので、既にフリービットコインを運用している人はどのぐらい溜まっているか確認しまょうということで、リワードポイントね、もうフリービットコインをやってる方はね、 ぜひ確認してください。それで、こういうふうなね、2段階、3段階と美味しいポイントがあって、しかも全く自分ではあの手出しのお金がいらないってことなんでね、得だなと思ったら、動画概要欄からぜひこのフリービットコイン参加してみてください。URL をつけておきます。で、こっからが本番なんですけども、このリワードポイントは3つのものと交換することができるそうです。 私も今の今まで知りませんでした。あのフリービットコイン、今回のサイトをスタートしてね、3ヶ月になりますけども、こうやってね、のんびりのんびりね、私もサイトのことを咀嚼していこうと思いますので、非常にゆっくりです。で、リワードポイントの使い道ですけども、商品と交換できるということなんで、2万ポイントで交換できる商品があるんだったらね、ちょっと交換してみたいだなと思います。 次、各種ボーナスと交換できる。どんなボーナスと交換できるのかなこれもちょっと知りたいですね。3個目、ビットコインと交換できる。いいじゃないですか。リワードポイントが2万あると、ビットコインいくつぐらいと交換できるのかなってことも今回知っておきたいと思います、えー。それぞれ順番にまとめていくので見ていきましょうって書いてますね。まずは商品と交換できるそうなんですよ。で、リワードのページにアクセスして、下の方に進んでいくと、以下の画像のようにリワードポイントと交換できる画像が表示されると。 エレクトロニクス、ハードウェア、ギフト。ちょっと行ってみましょうね。リワードのページ。これがリワードのページなんですけども、報酬ってとこね。下の方に行くと、ああ、あったあったあった。これか。例えばエレクトロニクスを押すと、2万ポイントで交換できるものはないね。これでも89万ポイントでしょ。ずっと下の方に行って、28万ポイント。ああ、ちょっとまだまだ遠い道のりですね。次。 ハードウェアウォレット。これはどうでしょうかうわ、これも全然届かないですね。ギフト券はどうでしょうかあはは2万ポイントとか10万ポイントでもらえるものはなさそうですね。1000万、万。あ、17万ポイントなら何なかと交換できるのか。100ドルと交換できるんだ。へえ。で、無料ビットコインボーナスをクリックすると。お、これは、なんかあれですね。できますね。 ポイントを交換して無料の BTC 報酬を増やしましょう。いいじゃないですか。各ボーナスは交換後24時間有効です。このボーナスは無料 BTC テーブル内の最低賞金のみを増やし、基本報酬のみがこのボーナスによって乗算され、現在お持ちの他のボーナスに追加されます。へえ。まあ、つまり今、私が持っている、えっ、ー、と、2万っていうポイントは、これによってなんかね、交換されるそうですね。 しかしちょっと、ルピーっていうのは多分、これの、リワードポイントってことなんですよね。ルピーっていうものに強制翻訳されてますけども、これ、通貨の単位なんですよね、ルピーっていうのはね。だから、この RP がルピーっていうふうに誤解されて、えー、こう、変換されてるみたいですね。RP、RP、リワードボーナスって考えるといいと思います。で、宝くじボーナス。あ、これも、私は1800なんで、100枚以上いただけるかなってとこですね。 楽しいトークンボーナス。あ,あ、これももらえますね。ポイントを交換するとフリーロールごとに無料のビュファントークンがもらえますと。うんなるほどね。なんかいろいろもらえるみたいです。はい。私もね、これももらえるかなと。うんーはい。わかりました。いろいろもらえるみたいですけども、どうでしょうか。ね。こちらの解説サイトに行くと、エレクトロニクス、iPhone や Galaxy、Apple Watch などに交換することができると。 果てしない道のりって書いてますけど、ほんとそうですね。<laughs> はい。ハードウェアウォレット。暗号資産のハードウェアウォレットと交換することができます。まあ、ハードウェアウォレットは私はいらないかな。で、次。ギフトカードと交換できると。アマゾンギフトカード。630万ポイントぐらいで交換。なかなか厳しいですね。本当だ。うーん。で、2023年の11月時点での情報ということなんでね。 えなるほどなとたまに更新されるみたいですねこんな感じでいろんな商品が用意されてますが交換するには結構な量のリワードポイントを貯める必要があるので正直現実的ではないなと私も思いますしかも引き換えが処理されるまで最大で4週間かかるああねえそうですねでもリワードポイントが本当ここに書いてますけども iPhone もらえるぐらい貯まってるってことは BTC 自体がね相当あるってことなんでリワードポイントを当てにして何かを交換しようっていうふうに はい、えー、それよりも次の項目で紹介するボーナスの交換を私は推奨しますということなんで、じゃあリワードポイントをね、何と交換したらいいのかってことをアドバイスしてくれてますね。この下の4つですね、先ほども見ましたけども、この、まあ、これ出したら私もね、今すぐ交換できるかなっていう現実的なとこですね。はい、フリービットコインボーナス。フリービットコインのスロットの最低報酬を底上げ。お、これいいじゃないですか。 最大1000%のボーナスが1142ポイントで交換可能です。ここに関しては割と現実的で私も何度も使用しているのでおすすめです。これいいですね。フリービットコインボーナス。もう一回ちょっと言ってみましょうか。フリービットコインボーナス。これですね。これで1000%ボーナスってことなんで、641ルッピー、あのー、 RP だったらそうですね、私もね、10枚とかは全然変えれますね。30枚ぐらいか、30枚変えられますね。30枚1000%ボーナスが受けれるってことですね。これいいじゃないですか。これしようかな。で、次あ、ロータリーチケットボーナス。スロットを回すともらえる宝くじのチケットの枚数を増やすことができます。ほう。1回のスロットで最大100枚増やせるボーナスが1800%。 ポイントでででで交換可能ですす個人的に宝くじは当たる気がしてないいいと思います確かにね、当たらないでしょうね。で、次、ファントークンボーナス。スロットを回すことでファントークンがもらえるようになると、1回のスロットで最大5ファントークンがもらえるボーナスが、1266ポイントで交換可能。よくわからないでスルーしてますってことで、解説サイトの方もね、あー、よくわかんないやって流してるところがあります。まあ、私もよくわかんないんでパスしましょう。で、次、フォイルオブフォーチュンボーナス。スロットスターに表示される 確認のキャプチャーをなくすことができます。4500ポイント24時間分のスロット確認なしで回すことができます。ああ、なるほどね。自動で回す際に役立ちますが、確認をなくす方法ここにまで無理に交換する必要はありません。あー、なるほどね。うん。実はこのフリービットポイントね、自動化することができるんですよ。放置しておいて勝手にスロットを回してくれてポイントが貯まるみたいな感じで、もう無料のビットコインというサイトに行く必要がなくなるぐらいのことなんですよね。 うんまあ、こういうことが紹介されてますね。えー、で、自動化の記事については、またね、私の方から解説動画を別で撮りますんで、お楽しみに。で、こんな感じでボーナスは割と現実的なポイント量で交換できるのと、スロットの最低報酬アップは単純に美味しいので、個人的にかなりお勧めです。私もそう思います。ただ、一点注意しないといけないのが、このボーナスは交換してから24時間限定になりますと、そのため、スロットの最低報酬をアップする際には、1日スロットを回す時間があるときにした方がいいよ。あ、なるほどね。 忙しい時に交換しちゃうと、あんまりスロット回せず時間が過ぎちゃうと。あ、なるほど。わかりました。はい。で、この辺に関してはフリービットコインを攻略する方法をまとめた記事を用意しているので、興味がある人はチェックしてくださいということなんで、ね。これ、また改めてこちらの方もね、見てみようかと思います。はい。いいじゃないですか。それから、ビットコインと交換できるそうですよ。これまでと同様に、リワードのページの上の方に、 エンキャッシュユアポイントという項目が用意されているので、これがリワードポイントと BTC を交換する場所になると。うん、リワードポイントと BTC を交換しようと思ったら、エンキャッシュユアポイント、エンキャッシュポイントどこだここかなね、うん、違うな。 BTC を増やすかな違うな。わからんな。BTC をじゃないですよ。はい。申し訳ありません。わかりません。<laughs> えー、キャッシュアポイントという項目が用意されたので、こちらがリワードポイント BTC を交換する場所になります。これはちょっとまた後で、えー、ちょっと検証してみましょうかね。ちょっと長くなりましたんで、一旦こんなところで終了したいと思います。フリービットコインと参加の方は、ぜひ動画概要欄から。それでは。